そうだ、ほぼ全ての奇跡が重なってなんかあの勝ったような試合だったですね。その次年度に残る陰性、4回戦の時に残る部員たった9人しかいなかったんです。でそれでキャプテンになる子が、あの、吉村さん、キャプテンやってくれ、あ、キャプテン、監督やってくれと。で、吉村さんが監督やってくれないんだったら、俺たち全員辞めるって言って。いや、お前、俺に歴史を託すのかと。まあ、OB からの話を通して、まあ、最初はね、その、球団の監督なんて、お前一人の、その、あれで決めるもんじゃないったりとか言われたんですけど、あの、夜中っていうか朝の3時まで付き合わされて、で、まあ、結局、監督やることになって、まあ、とにかく、あの、あとね、もう非常に僕がよく覚えてるのは、市口さんなんですけど、あの時、あの、まあ、まだお元気ですから、素人さんと、あと、宮田さん、宮崎出身だよ。ね、あの、の OB の二人が、その、レセプションの後に、いやー、その、君がね、まあ、頑張って球団強くしたらいいよと、絶対強くなるよって、すごく、まあ、その時はそれ強くなるよ、一言のように簡単に言うんだと思ったんですけど、まあ、ただあの時の本当にね、柴田さんと宮田さんのこう笑顔っていうか、あれがすごくあの印象に残ってて、まあ、あれは僕にとってすごいあの励みになりました、ね。なんか、兄弟に噛みつけるチームにすると、はい、それがある意味、兄弟のチームの目標になったんですか？そうですね。そのリーグ復帰と、もちろんそうです、並ぶ目標みたいな感じですか？あの、先ほどもちょっと言ってた、リーグ戦終わった後に、まあ、1ヶ月くらい空くので、モチベーションが落ちるのが、まあ、逆にそれがまた上がるような雰囲気。その典型が、その、京都に行くので2年後ですね。その10対118で負けた時のメンバーが、確かあの、なんとなく卒業生が5人、インスタグラムって4人が5人だと思うんですけど、あの、全員来ましたね、無事。勝ってくれると思ったんですよね。で、その先ほど言った、で、その10対108の年、次の年は、球大でやって、確かそれ、10対75ぐらいかな、だったと思うんです。それが2001年。だからそれが2001年なんですね。2001年。はい。で、2002年が次また宇治に。そうですね。はい。で、その時に、その年に、ネグリーグも復帰したんです、その前、リーグ戦で。で、あの、3部の再開だった佐賀大学に入れ替え戦で勝って、ネグリーグ復帰は決めてた。で、その時気づいたのが、まあ、定期戦、公式戦っていうか、東大の定期戦勝って、リーグ戦も全部勝ったと。で、俺、京都勝ったら、球団の総務史上初めて、あの、公式戦全勝なんじゃないかと思って、まあ、それちょっと気合があって、学生にもそれで葉っぱをかけた部分もあるんですけど。で、まあ、ただ、まあ、実際に生で見たのは1試合だけですけど、京大さんが強いっていうのはもう、まあ、普通に、もうあの当時からもう、ホームページとか、できてたんで、分かってて、これはちょっとやっぱ1試合絶対見ないといけないなと思って、リーグ戦の最終戦がその前ぐらいだと、京都大学さんが、関西大学のグラウンドで、神戸大学でやる試合を、まあ、京都、大学の、まあ、その、そっちは仕事です。出張にかこつけて、偵察に行ったんです。うん、これ確かに90対10だと思うんですよ、兄弟の。折り返し戦法ですか。がもう、壺にはまってて、神戸のなすすべもなく抜かれてて、その時にその折り返しって見てて気づいたのが、結局ね、ポイントし、ディフェンスが絞らなくて、兄弟さんのフィットネスがあって、縦のメンバーが多いから抜かれちゃうわけです。でも、ね、ボール集まるのが、まあ、今でも覚えてます。2番、5番、8番と14番しかボールが、スタンドから一発でパスが出てそこを抜いていく。その4人しかいかないのを見てて気づいたので、球団の学生にね、この4人以外はタップ行かなくていいと。他の全部捨てていいと。いや、どうせ負けるんだから、普通に言ったら負けるんだから。2番、5番、8番、14番に集中しようと。はい。ディフェンスを。でも顔、まずその前からビデオで顔を覚えなさいと。とにかく一回ポイント出た後に絶対
あの逆方向に行く。で、その時はもう2、5、8、14、どれかしか行かないと。他のやつがいても、気にしなくていい。迎えてもしょうがないと。どうせ負けるんだからって言って。これ、後から市口さんから、まあ、聞いたっていうか、なぜかやられるような、球団詰めの現役戦にやれたとか言って、詰めもやったこともないんです。もうそれしか行くなって言って、多分スペース当たるなと。だからまあ言ってみたら、球団の戦術がドンピシャとハマってるような感じになって、まあ、それでもね、スコアわずかやると、まあ、なんか記憶見たら分かりますから、多分ギリギリだったですね。で最後、あとね、あと2、3分あったら、多分あの球団負けたと。だとも普通だったら、勝てないはずの、あの試合を勝ったっていう。なるほど。だから、ほぼ全ての奇跡が重なって、なんかあの勝ったような試合だったですね。非常に思い出深い。そうですね。